と間違えちゃった。皆さん見なかったことにしてください。おはようございます。おはようございます。今日は朝配信でございます。なんかね、いつもね、いつもなんかテロップを書こうとしたら、なんかこのショールームの、なんだろう、まあ、結構前からなんですけど、なんかボタンの位置が変わってからもう分かんなくなっちゃって、いつもはぁ、あ、間違えてしまった。ちょっと信じてるよ信じてるよ、みんな。おはよう。今日はね、早起きしたので早起きしたので朝配信です。ちょくちょく、まあ朝起きたら配信しようかなと思います。平日ラストだ、金曜日。オール、いや、オールではないけど、なんか起きたのが夜って感じ。なんか夜に寝て夜に起きたみたいな感じ。ずっとね、もうね、なんか漫画とか読んでました。すごいお腹空いてる。早寝早起きです、かっこ夜って感じ。今日はね、夜中はね、ずっとね、なんか奈々さんからおすすめの漫画を教えてもらって、それをね、全巻買って、アプリで、私は電子書籍派なのでね、電子書籍で買って読みました。さっきメール書いたんですよ。メール打ったから、多分そのことも書いてると思うけど、すごいね、面白かった。で、朝4時ぐらいに奈々さんに感想を送った。で、それをパセリに勧めた。連鎖。いや、これは面白いと思って。ちょうど LINE してたから。奈々さんは既読ついてない？起きてなかった。舞ちゃんにも送ったけど起きてない。復旧した。メールに書いたから皆さんにもおすすめしときます。
なんかすごいくしゃみ出るんだよね。めっちゃ広める。そう。でもね、もう読み終わっちゃったからさ。前回。で、まだいろいろ、なんかもう10個ぐらいおすすめしてもらったから、とりあえず、まあ、いた時間は全部見てこって感じ。ねえ、寒いよね、最近。昨日めっちゃ寒かった。そうだよ、昨日一晩で全部読んだ。私、読むの早いんですよ。読むのはね、一気に買って一気に読むから、それで夜をね、夜の長い夜を時間潰してる。ねえ、寒いですよね。衣替え済みましたか？自分ね、衣替えはね、済ませたんだけどね、お布団がひんやりシートのままなんですよ。だからちょっと今日はあったかいやつでも買いに行こうかなって思います。そう、あとずっと窓開けて寝てたんだけど、昨日ぐらいからやっと閉め始めた。寒って思って。なんか夏はずっと冷房つけてる期間と、冷房つけなくて窓だけ開けてる期間あったんだけど、なんか秋が、今も秋なんだろうけど、なんかその期間がもう短すぎて、その窓開けてるだけの期間がもう寒って思って、もう冬って感じ、自分的には。寒かったので、そろそろ暖房の時期にもなってくるのかな。もう冬って感じよね。なんか秋が、まあ今も秋なんだろうけど、すごい秋というより冬になってきた気がする。ワクワクですね、この時期が。大好き、秋冬。秋から冬への途中、僕たちは。完璧ライブの当選情報が来たらしいですけど、当たりましたか皆さん。どうなんだろう、当たったのかな、当たらなかったのかな。近く当たった、マイク当たった。おーおーおー、ありがとう。当たった、お、やった。え、すごい、めっちゃ当たってる人いない、私のファンの人。嬉しい、ありがとう。あ、でも外れたって人もいるのか。片方だけ当たったって人もいる。おめでとう。待ってます、楽しみ。17日、夜寒いかな。もう海の近くだし、多分めっちゃ寒いと思うよ。本当に風が強いから上着持ってきた方がいいです。やった、楽しみ、待ってますね。
といいけどね。二次募集どうだろう、前はあったけどね。あるかな。あったらいいな。明日はお話し会だし、明日明後日楽しみだ。おはよう。ちょっとお茶持ってこようかな。ちょっとお茶というかなんかあったかい飲み物を持ってきたいと思います。紅茶とかあるかな。お湯沸かす。よいしょ。ちょっと待ってて。なんかさ、この間さスープの素を買ったんだけどさ、どこに行ったんだろう。私はいつも物をどこに置いているんだろう。今ねなんかスープ、じゃがいものスープあーれれれれ、私はキッチン以外に置くかな。そんなことありますかね。ちょっと今探してる。走ってるところでございますけど、困った。なんかねあ、ただいま。なんかティーパックしかなかった今お湯沸かしてます。私はねどこに置いたんだろう。私いつもねなんかどっかに行ってるんよね。
いずこへって感じ。朝スープさ飲もうと思って、実際この間飲んだんだけど、どこ行ったんだろうな、1回しかまだ使ってないのに。いや本当にいずこへって感じ。いやでもね、そろそろなんかココアとかさ、ミロとか買おうかな。あの朝飲みたくなるから。床に転がってない、床にはね転がってないですよ、ですよ。沸いたかな、そろそろ。あ、カチッって言った。ちょっと待って、ね、ちょっと探してく、ないか。じゃあちょっと行ってきます。なんかさ、本当は牛乳で割らないといけないやつカフェラテ作ってきた。カフェラテです。でも本当はこれね、冷たい牛乳で作るやつだな。お湯で割っちゃった、薄くなりそう。なんかちょっと苦いかも。はあ、暑、はあ、この季節がやってきた。いや私さ、毎年さ、なんかこのこんぐらいの何、秋冬の時期なんかあったかいもんこうやって飲んでないこの時期が来たんだけど、はあ、前髪が、ね、毎年同じこと繰り返してる。あったか。なんか私冬の方がさ、わかんない、投射費だけどなんか朝配信率高くなる気がする。なんかこの光景をデジャビューとか感じてる。なんかあったか、投射費っていうか、まあ投射費以外何もないけど何か好きなのこの時間がどこの会社知らん、大き株式会社、なんかこの朝配信しながらこうやってあったかい飲み物を飲むのが好きなんですよ。まあ起きたらの話なんですけど、
からさ、なんかモーニングとかめっちゃ好きなんですよ。ああまた食べ物の話しちゃうけど、朝のモーニング好きなんですよね。自分はね絶対ミルクティーを頼みがち。パンに目玉焼きにベーコンとかも好きだし、なんかドリアとか食べたりとか、トースト食べたりするのがめっちゃ好き。今日モーニング行こうか迷ってる。でもそんな優雅に過ごしていいんだろうか。朝しっかり、そう、私朝めっちゃお腹すくタイプなんですよ。まあ夜も言うてすくんですけど、なんか学生時代もなんか起きてからすぐには食べなかったけど、なんか学校に着いてその朝のホームルームが始まるまでの間になんかコンビニで買ったものを食べるみたいな感じでした。しかも結構がっつり食べてた。なんか起きてすぐは食べないんだけど、起きてから1時間ぐらいしたらもうめっちゃお腹空いてる。だから公園とかでなんかこう集合するってなった時も絶対に朝ごはんを持って行って船の中とかのリハ前とか食べたりする。東京行くってなった時も新幹線の中でもぐもぐ食べてます。早弁はしたことないかな。早弁ってなんて言ったらいいんだろう。そんな授業中とかに食べたことはないけど、うん、お昼用に持ってったやつをだって早くに食べることを早弁って言うよね。自分はそうじゃなくて普通に朝ごはんを買ってから朝ごはんを学校で食べてたってだけ。授業中とか漫画以外であるんか。ないと思うよ。見たことないけど。でもなんか高校の時その女子ばっかりっていうのもあったからかな、40人中36人が女子だったんだけど、女子で早弁してる人は見たことなかったけど、なんか一人だけあのなんかみんなひょろひょろ男子だったんだけど、一人だけラグビー部の人がいて、そのラグビー部の男子はあの授業中にプロテイン作って飲んでた。めっちゃうるさいな、カシャ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 って。そのイメージはある。なまたプロテイン飲んでるよみたいな、振ってるカシャカシャカシャ。ラグビー部だったからめっちゃ大きいんですよ。でもなんかその自分らの授業はなんていうんだろう、ガヤガヤしてるんですよ。その普通教科の授業をしないから、実習ばっかりだからガヤガヤしてて、なんかそのそんなにカシャカシャしても気づかれないから、多分みんなこう席とかを集めて実習室とかでこう4人ぐらいで絵を描いたりとかしてたから、なんかそのめっちゃ静かな数学とかの時にプロテインをカシャカシャとかはしなかったけど、さすがに。だいたい一日全部実習だったから、うん、なんかその鉛筆とかのシャッシャッシャッって音とかに紛れてカシャ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 ってプロテインの音が混じってって感じ。
普通科とは違う、そう1週間の中でね、なんか水曜かな、水曜だけ普通科目だけをする日はあった。もう1時間目から7時間目までずっと国数英社理みたいな。その日はねしんどかったね。苦手な日でした。授業こっそり寝てた。いや、私あんま寝るってなかったかも。めちゃくちゃ眠い時は寝てたかもしれないけど、なんかそんなになんか授業態度別に悪くはなかったと思う。まあ、よ普通普通だった。本当に。なんか本当によくいる。こうやって授業受けてるタイプ。はあってなりながら、でも起きてるみたいな感じ。プロテイン作らないですよ。寝てはなかったかな。テストの平均点ココアより良かった。いやもうなんか違うよね、ココアさんとかはさ本当に普通教科のなんかもうすごいレベルまで達してるじゃない。もう自分の普通教科の授業そんなにテストとかめちゃくちゃ簡単だったから多分違うんですよね、普通校の人とは。あのよりはそんな専門的に普通の科目習ってないから、ほぼ実習って感じ。だからすごいんよ、多分ココさんめちゃくちゃすごいんよ。作業着着る。いや私らはねなんか他の科は作業着必須だったんだけど、自分のクラスはねなんか別に作業着着なくてもよかった。なんかエプロンつけてた。あの制服が汚れないように、絵の具とかで汚れないようになんかエプロンつけて実習してた。なんか他の科はね作業着着てる大体。だからね作業着の色で蚊をね、あれは何かで、あの色は何かみたいな区別する。自分はねなんか本当にみんな一緒の黒のエプロンつけてました。なんかそんな料理するときのエプロンじゃなくて、本当になんだろう、絵の具がつかないようにするエプロン。なんかめっちゃ分厚いんですよ、だから。懐かしい。学校指定のエプロン。四国当たりました。お、待ってます。
しゃみでさ。なんか最近くしゃみめっちゃ出がち。花粉ではなさそうだけど、なんだろう。また高校行くなら同じ高校行きますか、別の高校。授業的には多分普通の科目よりは、なんだろう、楽しくできる、結構楽な感じだったけど、普通のなんか学校もちょっと憧れるよね。なんかやばね。でも男女半々にいた方が絶対いいんだと思う。ダメな女子ばっかりは本当になんかちゃんとしなくなる気がする。半分半分いるぐらいがやっぱりなんかみんなこう人としてのなんだろう、なんか保ってる気がする。ギスギスとかじゃない、そういうのじゃなくて、なんだろう、なんか違うんですよ。やらなくなる、やるべきこと。だからしかも少数いてもダメだから、半分半分ぐらいがちょうどいいのかなと思います。女子校ではないですよ、自分がいたのは。クラスが女子が多めだったってだけで。まあ授業は楽しかったな。女子だらけの STU は大丈夫ですね。 STU はね、みんな女子力高いと思う。めっちゃ女子力高いよ、多分普通の高校生より、普通の高校生よりっていうか、あ、本当に集団行動してても騒がないし、まずこうもうすごい大変そうだなって思うもん。なんか修学旅行の先生とか引率のあんなって言って、あのね、ガヤガヤした高校生とか中学生まとめていくの、もうすごいよ STU の静かさ。忍者よ忍者。学生よりちゃんとしてると思う。先生の言うことを聞くみたいな、先生っていうか、まああれかも、なんか修学旅行とか多分楽しいからすごいキャッ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 となって騒がしくなっちゃうのかもしれないけど、なんかそういうのがないからかも。東京とか行くのも移動っていうイメージが、遊びに行ってるわけじゃないからそんな騒いでないだけかも。ディズニーとか行ったらキャッキャするかもしれない。すごいたまにびっくりする、なんか学生とか見てて元気やなって。でもいいよね、なんか青春よね。私すごい高校生とか中学生すごい大好きだから、なんか、どこ目線って感じだけど、めっちゃ頑張ってって感じ。なんか TikTok とか見るの大好きだから、あの踊ってるのとかじゃなくて、なんかこう青春の一部とかを覗き見るのがめちゃくちゃ好きで、すごい探しちゃう高校生のなんか
なんか日常の一コマみたいな。もうかわいいのみんな。なんか誕生日サプライズとかめっちゃ見ちゃう、なんか。ど米線って感じなんだけど、本当なんか親戚のおばちゃんみたいな、そういう目で見てる。今の時ちょっとね TikTok こうやって見ちゃう。そうだよ、温かい目、そう、あのドラえもんがよくする温かい目で見て。バイン好きだった、バイン懐かしい。6秒動画ね、あれなんでなくなっちゃったんだろうね、バイーンって。6秒でできることって限られてるからさ、もうみんなバイーンしか言わない、バイーン。え、懐かしい、あれなんでなくなったの、本当にバインだよーあははーしか言わないやつ、あの6秒動画ね。大関麗華さんとか好きだった。なんでなくなっちゃったんだろう。懐かしい。なんかさ、自分が高校生の時とか中学生の時 TikTok なんて流行ってなかったからさ、そう、バインとかミックスチャンネルとか、かな。YouTube もそんなにあんま見てた覚えないよね。何やってたんだろう。何やってたんだろうな、覚えてないや、もう。ニコニコ、ニコニコ動画は見てたけどね。でもなんか自分が中学校の時は本当にブログが流行ったから、もうなんかデコログとかアメブロとか、なんかブログが流行ってた、中学校 1,2 年ぐらいまでブログしてた。中高はすでにスマホ、中2ぐらいまではスマホで、中3から iPhone に変えたかな、確か。ね、なんかもう今ブログがあんまり、なんか昔ほどじゃなくなってきてちょっと悲しい。もうノートとかがあるけどさ、今は。でも最近はやっぱなんかちょっとノートとかでなんかコラムみたいな書くのが流行ってきてるよね。いい傾向。え、アメーバブログめっちゃやりたい。アメブロいいよね。ね、だってツイッターさ、140文字しか書けない、悲しい。懐かしいね、流行ってたな。Mm-hmm.
8時になったら終わります。夜もします。ちなみに他に何か流行ってたの思い出しました。他に何が何が流行ってた、難しいね、思い出せないよもう。小中高何が流行ってたかな。何セカンドライフって初めて聞いたんやけど。セカンドライフ、次のライフ。ミクシーはね、自分世代じゃないんよね、だからやったことはないんよね。セカンドライフ分からん。バーチャルゲームなんだ。何のゲームやろ。グリー的な。そういう感じ。ピグみたいな、アバター作るんだ。2005年頃。本当にピグみたいだね。グリーはやってたよ、グリー。モバゲーもやってた、懐かしい。ガラケーでお母さんの携帯とかでゲームやってた、勝手に。懐かしいよ。ラブベリー、ラブ&ベリーもやってた。なんかね、もう最近女児アニメめっちゃ好きでね、めっちゃ見てるの、懐かしいやつ。本当に私女の子の心を未だに忘れてないから、ずっと刻んでるから心に。アイカツは見てないんだよね。東京ミュウミュウとか、キラリンレボリューションとか、最近ね、なんか昔見てたやつをめっちゃ見てる。めちゃモテ委員長とか、カードキャプチャーさくらもまあ見てたし、守護キャラ懐かしい、守護キャラジュエリーペット、なんかそういう昔見てたやつ。夢色パティシエルめっちゃ懐かしいし、そう、なんかあったんですよ。そういうのをなんかまだに見てる。電脳コイルとか、もういつまでも本当少女の気分を忘れてないから私は。いや可愛いよ、大人になって見ても可愛いんだって本当に。そう、電脳コイルめっちゃ懐かしいよね。ちっちゃい頃ね、本当に意味が分かんなかった。女児アニメじゃないか、そうだね、結構でも昔の世代っちゃ世代なんや。でもなんか意味が分かんなくて見てた当時は。なんかさ、自分がちっちゃい頃にその電脳コイルとテレパシー少女ランと、あとね、獣奏者エリン、エレン、エリン、エリン、エレンがなんか流行ってた思い出はある。 NHK かな。そこら辺は見てたかも。めっちゃ世代です。なんかそういう昔見てたやつを見返すのめっちゃ好き。
しいな。メジャー見てたけど、なんかあんま覚えてない。メジャーはね、なんか五郎が変な合宿に行くとこまでで記憶は途切れてる。なんか島みたいな。懐かしいメジャー。涙枯れるまで。なんか仲間みたいなのを背負ってなんか腕立て伏せみたいな格好でゴールにたどり着くまでのところしか覚えてない。漫画とかもちゃんと見てたんだけど忘れちゃった。夢島、あ、なんかそんなのだった気がする。忘れちゃった。うーん、いやいいよね、なんか心湧き立つわ。2000年代のジャンプのアニメが好き。今も2000年代ジャンプのアニメってなんだろう、もういろいろあるよね、有名なのは。うん、リボーン、ブリーチ、銀魂、あ、そこらへんか、見てましたね。Dグレーマン見てた。難しいね。銀魂ってまた始まったの？そうなん？そうなんだ。もう終わったのかと思ってた、最終回。そうなんだ。ソウルイーター見てた、めっちゃ懐かしい。夕方。ソウルイーター懐かしい。お前の魂いただくよ。私ガンガン系も見てたんよね、結構。でもソウルイーター以外覚えてないや。マカが可愛かった。るろうに剣心はね、映画を一回だけ見たことある。ベルゼバブすこ、ベルゼバブあれか、赤ちゃんのやつか、あれに出てくるね。ベルゼバブに出てくるなんか姫川っていうなんかリーゼントのキャラクターがいるんだけどね、それがね、仁義なき戦いのね時のちょっとひなさんに似てるんよね。って言ったらひなさんに怒られるから言わないんだけど、ちょっと検索してほしい。姫川だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかサングラスしてるリーゼントのキャラがいるんだけど、ちょっとひなさんに似てるんよ、その仁義なき戦いの時のひなさんに言ったことあるんよね、これ。すごいね、キャラデザが似てる。おはぴよ、おはぴよ。なんかいろいろなんか少年漫画とかめちゃくちゃ好きだったし見てきた
今でもめっちゃ好きなんだけど、なんかずっと小学生ぐらいから少年漫画とかの方が好きだった反動なのか、二十歳になってからなんかジョジアニメとかなんかユリとかなんかそういう女の子が出てくるものがね最近めっちゃハマっちゃってね、なんだろうね、まあ、見たりするんだけど今でも少年漫画とか見たり買ったりとかするし、ゴールデンカムイとかめっちゃ好きなんだけど、最近ねなんかすごい見ちゃうんよねそういうブームなのかもしれないもう大人だからさ、まとめがいいよ電子書籍でポンと。たまに違うジャンル見るとハマっちゃうよね。そうなのかもね。どうなんだろう。何でもいけるんだろうね多分。でもね多分一生見れないのはなんか牛島くんとかなんかそういうちょっとあなんか胸が痛くなる話はちょっと見れない。広告とかでもね最近めっちゃ出てくる、なんかそういう系の漫画、めっちゃしんどいんよね。うちのお父さんめっちゃ牛島くん好きで全巻持ってるでも読めない復讐系とかもなんかそういうのも読めん、なんか最近めっちゃ出てくるんよ。仮面ライダー見たことないな。あなんかプリキュアを見る前にちょっとだけ見てたってぐらい、あの電王をちょっとだけ見てたってから全然詳しくないな。でも、うん、お父さんの遺伝子どこに行った？お父さんの遺伝子はねこの顔に受け継がれてるから顔に受け継がれてこの顔だよ。これのこっちってこういう系、あの一重、これの一重がお父さんって感じ、こういう感じお母さんがめっちゃ二重なんですよ。お父さんは一重かおで、うちのおじがもうブラジル人ぐらい幅広二重なんですよ。ここんブラジル人にそっくりなんですその間の私と妹はなんか普通の日本人って感じが生まれました。普通の平均顔あ、くしゃみ出る。あ、全然別に海外の血は入ってないけど顔がめっちゃ濃いって感じ。あーなんか鼻ぐしゅぐしゅなんですよ今。くしゃみがめっちゃ出る。花粉ではないと思うんだけど、でもなんだろう、別にそんなほこりが舞ってるってわけでもないんだけど、すごいくしゃみが出る。
花粉症なのかな。春とか別に全然だけど、ね、今日スチューデンツ、そうです、今日スチューデンツ、マリーナさんが日直、お楽しみに。私もスチューデンツリアタイしてるから。寒暖差アレルギーあるのか。寒暖差アレルギーっていうかさ、私ね、あのめっちゃ寒くなったらジンマシンめっちゃ出るの、足に。なんか寒冷じんましんみたいなのがすごい、なんかブツブツってわけじゃないんだけど、なんかすごい赤い線みたいなのが入る。それがねもう嫌でね、今年は絶対足を外では出さぬと決めた。うん、かゆいの。めっちゃかゆい。だから寒い寒い外からなんかこう暖かい部屋に入った時とかめっちゃ痒くなる。飽きまへんね、ほんまに。無謀の MV 撮影大変だった。いや、無謀はね、もう暖かいが一個もなかったからね。何も感じなかった。なんか麻痺してた。学生時代めっちゃあったんやけどね、最近はないかな。でも懐かしい。去年12月頃かな、マイカーの放課後ホームルームのメンバーが自分の中でやばい。放課後ホームルームは待ってますね、楽しみにしてます。じゃあ壇上読んで終わろうかな、そろそろ。13位がキラリン推しさん、12位が龍騎剣さん、11位が桃とせさん、10位が井上芳弘さん、9位が鈴木一郎さん、8位が平行さん、7位が七七さん、6位がロジックさん、5位がティエウマンさん、4位がチャンツーさんでした。13位から4までの皆さんありがとうございます。そして3位がトートーさん、2位が広島校パセリさん、1位が市下さんでした。最下1までの皆さんありがとうございます。というわけでお仕事、学校、頑張ってください。今日も行ってらっしゃい、頑張って、バイバイ、行ってらっしゃい。クマ、ありがとうございます。クマ、平日ラスト頑張ってこーい。じゃあね、じゃあ夜にまたお会いしましょう。3、見てくれてありがとうございました。